奥州盛岡城に来ました。こちらは日本百名城ですね。八戸城、根城と、南部市の居城が多いんですけども、盛岡城はですね、幕末まで続いた、藩のになります。約最後20万石ですから、大きい藩の部類にはなったんでしょうかね。外様大名でした。今は二の丸から、本丸の石垣の方を見てるんですけど、こちらの城の魅力というか見どころはですね、やはりこの石垣群ですね。昔のままっていう部分だけじゃないんですけど、ある程度は残っていてですね、土塁とか水堀なんかも整備されてて、昔のままというわけではないんですけども、一応遺構というような形で一部残っています。こちらの鮮やかな朱塗りの橋、何度か塗り替えてますよね。こっち二の丸ですね。ちょっと二の丸広すぎてちょっと見どころがポイントがつかみにくいんで、本丸の方だけ紹介しますね。盛岡駅からですと2キロちょっとぐらいですかね。歩いたら20分ぐらい、少しちょっと駅からは遠いですね。ここを渡るとですね、これはきっと昔は木造の橋だったんでしょうけどね、今はコンクリートになって、盛岡はこちらはですね、歴史公園でもあるんですけども、城址公園として桜の名所ですね。春先は非常に名所でですね、すごい人出になります。それ今いろいろ工事していてですね、ちょっと騒がしいんですけども、こちらの方が本丸という形ですね。こういった石垣ですね、ちょうど逆光になっちゃうんですけど、反対の方から見るとかなり巨大な石垣が残っていて、確かに20万石の、お城としては立派な方だと思います。外様大名でね、盛岡という地ですから、特に誰が敵というわけではないんですけど、元はですね、もう1590年頃にですね、秀吉の時に10万石約、こちらの地を所領安堵されてますね。上方とか関東の武将っていうのはこちらまで戦をしに来るのが大変ですから、基本的に問題がなければ、所領安堵、今まで持っていた土地、奪った土地ではなければですね、おのずと所領安堵という形になるんですね。こちらが本丸ですね。本丸の方にこうね、なんかいかにも銅像があって、銅像あったんですよね。古い写真が載ってますけど、最後の当主、藩主かな、前田利長、前田じゃないや、ごめんなさい、同じ名前なんで、南部利長公の騎馬像があったんですけど、銅像だったんで、戦争の時代ですからね、金銀銅は持ち出されて、溶かされて、いろいろ軍隊の武器に使われてたので、軍令ということで、今の法律ですね、そういうことで定められてたので、仕方ないと思います。写真残ってるんですけど、すごい立派な像なんですけどね。こちらが本丸ですね。桜の頃はね、すごい人ですからね、この辺もね、本当今静かですね。これだけの台が残っててね、銅像がないっていうのもぜひ作ってほしい気はしますけどもね。本丸側はこのぐらいなんですよね。そんなに広くはないんですけど、天守は一応なかったみたいなんですけど、こちらですかね、三重の三層、三階ですねの、櫓、いわゆる御三階櫓みたいのを、天守代用としていたようです。ちょっと今西日なんでちょっと映りにくいですけど、これが天守台のようですね。工事がいろいろあってですね、なんかドカチンの人たちがいっぱいいて、ちょっと騒がしいです。これですよね、角に確かあったと思うんですよね。この上だったと思うんですけどね、街並みはこちら側の方ですから、そちらから目立つように、防備というか、もう江戸時代はですね、ご存知の方も多いですけど、遺構を示すための、お城作りですから。南部市の居城、盛岡城でした。